鼻かゆいし乾燥しよるし、うわ地獄の朝です。口開けて寝てた、絶対喉乾燥しよる。ヤスペさんありがとう。お花バンジャラマスターさんハートありがとう。おはよう。あ、もちろん今日もうち並べていきましょう。時計時計では8時25分からします。8時25分、8時25。鼻がかゆいとブズブズして止まらない。なんて言った、8時って言った、私8分25秒です。ボケ取るんかな。8分25秒。おはよう。喉痛い。8位までとの差がめっちゃ縮まってたのにブワーって開けられてる、悲しい。また頑張ろう縮めるように。え、喉痛い。そしたら昨日あれなのに加湿器水パンパンにして寝たんやけどな。8時出た、ボケとるのかもしれんわ。ボケボケのボケかもしれん。カツさんハートありがとう。ツールさん、皆さん、斉藤さんよろしくお願いします。あ、肌荒れをどうにかしてほしい。シナの空は最近アラームで起きれなくて、6時55分ぐらいに起きるのやめたい。6時55分ぐらいに起き目覚めちゃうのやめたいです。おはようございます。元気もりもりですよ。今日広島に住んでる方は虹色セトリップコーナーで私出演するので見てください。めっちゃ楽しかった、見て、ね、楽しい旅だったし、うん、ね、女子旅って感じの、なんかね見て食べてみたいな、めっちゃね本当に最高のわけだったので、見てください。しかもね、めっちゃ1年ちょいぶりだったんですよね。私なんかあの西口真央さんに変わった第1回目、真央さんになってから真央さん初回に出たぶりなんですよ。だからもう1年半とか前ぐらいで、1年半ぶりぐらいだったんですよ。でもめちゃくちゃ覚えてくださってて、めっちゃ楽しかった。次11分35秒からします。35秒
ので皆さん見てください。サンゴ、サンゴ礁、サンゴ礁、ほのかさん、かずやいのいろさん、ふうじさん、よろしくお願いします。前髪伸びてきた。前まで短くて大変だったけど、私ね、人間ってさ、こんなにも早く前髪伸びるんですか？前髪伸びるの私絶対早いと思うよね。なんか男性ってあんま髪の毛伸びイメージがある。伸びイメージってか、あんまりずっと同じ髪の毛の長さな感じする。女性の方が髪伸びるの早いかな。うちのここだけがめっちゃ生えるの早いかな。後ろ伸びてる気せんない。前髪だけ伸びるの早いのかな。おはよう。お兄ちゃんとかも剣道でよく坊主にしてたんですけど、なんか坊主から全然なんか伸びていってる記憶がない。個人差。伸びない。剣道坊主、うん、なんか坊主っていうか五輪とかなんかよくわからんする。みんなで試合前にしてました。私じゃないよ、男の子だよ。お兄ちゃんとかがしてた。私はショートカット。うん、でもアイドルになるって決めてからショートにせんかったけど。次また35秒からします。14分。おはようございます。対戦ありがとうございます。危な、25秒のストックだった。35秒、そう、35秒が多分時差的にもちょうどいいんですよ多分ね。終わるのが55秒ぐらいで、ってなると35秒ぐらいが多分ちょうどいいんですよ。みんなに時間も教えれて、みんなが押せるタイミング。好きとかではないです好きとかあんまないです。美容に髪長くできる。いやでもね、風呂上がりのね、髪の毛ドライヤー乾かした後のあのパサパサ感やばい。夜になんだっけ、ヘアオイルとかつけてたらめっちゃ肌荒れるんですよ。ここら辺がオイルつけたって、オイルつけて寝るとこう寝てる間にゴロゴロするから、こうめっちゃ肌が荒れるんですよ。もう今もすでに荒れてるんですけど、これは多分違う、ヘアオイルつけてないからマスクとかだと思うんですけど。だからめっちゃパサパサなんですけど、朝起きたらなんかそうでもなくなってる。でもね、髪の毛がめちゃくちゃに傷んでるんですよ。わかる？めっちゃピョンピョンしてるの。おはよう。うちおめでとう、ありがとう。
でもそれは茶髪とか多分染めること一緒ないと思う。もしシティが髪の毛染めていいですってなっても多分染めんと思う。私茶色似合わん絶対顔が。次5秒からします。17分5秒。朝幼いメイクしてないからかな、メイクしてないから幼い。5秒からします。おはよう。いいくし、私使ってるやつ100均です。くし100均。でもファンの方からいただいて、なんかね、何やったっけ、豚のくしみたいな、豚の何だっけな、あ、そうそう、豚のくしみたいないただいて、ファンの方にこれ使ってますよ。ドライヤーした後、ドライヤーしてる時は熱当てるから、とあの傷めたら嫌だから、もう別に100均でいくらでも買い替えれるやつで溶いてるんですけど、髪の毛のドライヤーし終わったあと、なんかこれいい感じだなと思って、このなんか豚の毛の串、母の方にいただいたので、それ使ってます。なんか最近卵焼きとかのフライパンよく使うんですけどね、だからもうフライパン1年、もうちょっとでね1年ぐらい使ってるからね、めっちゃねフライパンがもう最悪なんですよ。そろそろ買い替えなんか、ちっこい一人用のフライパン。鍋はねファンの方にねピンクのやつをいただいたから、全然もうね生き生きしてるんですけど、ピンクのやつはちっこいフライパンがもう寿命なので、お父さんに言わないと。ちょうどね春ぐらいの新生活だっていう時ぐらいに変えたんですよ。カールさん、マトンさんだ、カール鈴木さん、ダンデライオンさん、ありがとう。次40秒からします。40秒。安物、なんかね、しかも普通に結構いい感じの、なんか何か分からんけど、なんかセールになっとったんや、どっかで買った覚えてるんだけど、お父さんとお母さんが来てくれて、妹もいた気がする、でみんなでいた時に買ってとかって、ありがとうございます。あのね、あの誰 YouTuber さんがやってたんだけどね、ティファールのねフライパンはなんか油がいらないらしい、だからティファールのやつ欲しい今。でも高そう、でも何て言うか油がいらないからカロリーがちょっとオフされますみたいなって言ったって、なるほどねって思って、油がいらないフライパンが次は欲しい。めっちゃ、しかもさ、私さすぐ焦がすからさ、私が今使ってるフライパンもなぜか一箇所だけめっちゃ焦げとるんよ。いくら洗っても取れんのよその焦げ。だから本当に絶対ね向いてないよ。普通のフライパンだから、ティファールとか油が、ティファールじゃなくても油がいらないフライパンがお父さんに頼みます次は。今は油がいるやつで何かしら引かないと、卵とか全然ねうまく焼けないから、オムライスの卵とか切りにできないから、本当にやばいです。鉄のやつがいい、鉄あれ
こう中華とかでこう使っとるやつですか。おはよう。大量のフライパンが、フライパン皆さんからプレゼントいただけるの。でも誕生日になったらみんながすごいね、実用的なものをたくさん送ってくださるんですよ。マスクさん、ダイダイさん、ビギナーさん、ありがとうございました。私の誕生日めっちゃ楽しみ、毎年。次25秒からします。フライパン、そう、本当にフライパン4月ぐらいに買って、まあ、言うてまだ1年経ってないんやけどな。フライパン1周年記念、ケイさんハートありがとう、こんちゃん、ありがとうございます。テフロン加工のフライパンなら油いらん。あー、油いらん、そう、なんか加工されてて。あとそれと一緒に、でも卵焼きの別にフライパンいらんか、卵焼き用のやつ、あれはもういらん、絶対使わんわ。こんちゃーん、お誕生日おめでとう。今日ちょっと 夜配信来てください。ゴンシュさん、メール取ってくださってありがとうございます。そしてマンジェロモンスターさん、斉藤さん、原宿さん、あら、朝から原宿いいですね、パリピですね。フライパンでお酢を沸騰させたら焦げ取れる。あら、そうなの。でもね、聞いてほしい、家にお酢っていうものがない。家にお酢ない、お酢使わん、酢好きくないんよ。真っ黒な鉄のフライパン、そら端か。中華鍋が大量に、それは困る。中華鍋大量に来たらおばあちゃんとかにはあげるよ、さすがに。あーちゃんさん、ハートバラありがとうございます。斉藤さん、かわいい、ありがとう。胸肉焼きまくりマンだから、胸肉使ってなんだっけ、片栗粉まぶして焼いてたから多分それが焦げとるよ。お手紙とプレゼント、あ、まだです。最近でも事務所に行けてないので、明日行けないか、また行けた時チェックします。次に行けんの、いつだろう、直近に行けんの。でもリハーサルとかがいっぱいあってあれなので、10日後のお話し会かな、早くて。おはよう。中華鍋送るの困るんだけど、中華鍋は。ありがとう、忖度。焦げ付きがひどくなったら買い替える。そう、なぜか焦げてる一箇所だけ、マジで分からん、そこだけで焼いてなんてなっちゃう。フライパンのここら辺ないよ、意味が分からんよな。次15秒から包丁シャキーン、こんちゃー、お寿司か、酢物は体に、酢物嫌いなんよ。でもばあちゃんが作るなんかな、大根かなんか使っとる酢物なんかな、こう押さえつけて酢物みたいなは美味しい。夜勤おうつです。パラパッパッパー、松山のひろくんさん、やまとさん、ガンダムさん、中華鍋、待って、中華鍋みんな送ってきたら面白い、中華鍋配信しようや。嘘、中華鍋って大きすぎて多分入らんのよね、私のキッチンのところ。もう今でさえパンパンないよ。でっかいホットプレートがまずあって、でその上にこういうなんか2段になる重ねるやつを置いてて、でその上にファンの方からいただいたのが蒸しとか普通に鍋として使える白い鍋が置いてあってね、でその横にそのピンクのお味噌汁とか煮物とかいろいろ作れる鍋が置いてあって、でそのもう隙間っていうか
その鍋とか置いとる、鍋とか奥に置いとって使う、今使っとるちっこいフライパンと、なんかあのそろそろ買い、あのなんだっけ、捨てようかなと思っとる味噌汁とか作る用の鍋があるんですよ。めっちゃパンパンなんよ。でその横にまな板、そのなんかホットプレートの鉄板5枚ぐらいをこうなんていう、お皿立てみたいなやつに立てとって、もうパンパンなんよ今。鍋が入らん。おはよう。桜餅、桜餅、あーよ、意外と料理するんよね。さっき忖度してくれたから、今回は誰も忖度してくれなくて悲しくなった。当たり前だけど。次5秒からします。5秒。あーよ、鼻かゆ。ゆっくりゆっくりゆっくり。ああ、ご平松さん、やともさん、だいだいさん、よろしくお願いします。皆さんハートありがとう。今日雨なん晴れなん、どっちなん、曇りやん。待って、明日雨じゃん、最悪だ。鼻かゆい。鼻ちっちゃくならんかな、ちょっとこうつまんのって。よし、小鼻にめっちゃ笑った時にね、めっちゃ鼻が嫌いだから小鼻になりたい。あす、うん、寒い。そして乾燥ひどいから、なんだっけ、暖房緩めたら寒い。寒い寒い。あーよ、関東土日雨。今週の土日はあんま何もなかった。リハーサルはちょっと休憩だった土日。そう、おすすめ。そう、私が昨日言ってた七並びのやり方、例えば5秒からやるってなったら、もう2秒ぐらいにこうポチッと押しとって、5秒になった瞬間ポンって離したらね、マジジャストに入るからね、当たる確率高いよ。ソラはね、そうやってるよ。あーよ、雨だと。それはそうなんだけどね、女の子は髪の毛の湿気というものと戦わないといけないんですよ。あす、今週末は変わったらのオフ会ってことバレないようにしに。そこバレた。ピーッ。うん、次は55秒からするよ。超絶久しぶり。わーい。わーい。MGM。てててててて。憂鬱など。浮き飛ばして。TT さん、ラクさん、ツールさん、よろしくお願いします。カレー食べたい。あ、
食べたい。コンチャース、てかハヤシライス食べたい。カレー好きなんですけど、ハヤシライスの方が自分好きなんですよ。ハヤシライス食べたい。ハヤシライス、カレーよりハヤシライスが好きって言ったら、みんなにカレーでしょってこの前言われた。この前っていうか、めっちゃ前話した時、会った時カレーでしょって言われてそんな言われても。でも私白いシチュー苦手です。でもパパは白いシチューが好きらしい。でも私白いシチュー苦手です。え、そうなんよ。違うよ、ハヤシライス甘い。いいよ、それがいいよ、甘いのがいいよ。だってカレーだって私甘くでしか無理やもん。中辛になっとったらもう食べれんもん、本当に。もう最近寿司食べてないけど、寿司食べたい、肉食べたい、カレー食べたい。じゃあかわいい。間違っている話だけど、ソラハを敷いた。あ、よかった。ソラハシカーカッパカッパカッパのマークのカッパだし、へぇ、負けるな。スパイスの調合が、あ、無水カレー、無水カレーっていいらしいですよね。流星の絆何ですか、それは。トマト嫌いだからハヤシライスが安いので仲良くなる。だからか最近お話し会参加しないの。ビーフストロガノフ、待って、ビーフストロガノフって何ですか。それ本物のビーフストロガノフだなる、ガノフ、ガノフ見たことない。バイオさんで2人力を合わせてなんかビーフストロガノフを作ろうみたいなあったんですけど、それでしか見たことない。それが本家なのかわからない。次10秒から15秒からします。15 15 15 15。わあ、うん、ビーフストロガノフめっちゃバイキンさんのやつ見てるんですけど、またまたバイキンさんにハマって、だから年がら年中ハマってるんですけど、また同じやつばっか見てて本当にやばい。同じ動画しか見、甘口、そう甘口しか無理やって、本当に無理なんですよ。生姜と生姜もかけすぎると無理だし、わさびなんてもう無理よ。食欲が溢れてたろう。カンチャンス、おはよう。自分はビーフシチュー、あ、よかったです。ラクさん、カイバレさん、ガッチさん、シジンガー Z さん、お願いします。その理由にしておこう。6枚目はお話できますか。バーモンドカレー、なんだっけ、リンゴが入ってる、リンゴと蜂蜜よね。なんか前ね、なんだっけな、ヒルダンデス、チワさんが出てた時のヒルダンデスだっけな、になんかカレー特集してたよ。甘口圧倒的。でもお菓子とかは最近甘いの無理、なんかもうね。あと脂っこいのも無理。もうばあちゃんに近づいてきたんかもしれへん。1枚も出さずに終わった。ガガガガー、チューブわさび全部入れたい。え、なんかね、 YouTube で見たんだけど、なんかね、誰だっけな、もうなんかなんかの人がおってね、なんかの人にな、おまじないかなんかかけられたらね、あの本当にね、わさび辛く感じんらしいんよ。なんだっけな、忘れたけど、なんかこれは生クリーム、生クリームみたいなこと言われて、唱えられて、本当に生クリームみたいになるらしい。次36分、35秒、そろそろ再販ね。6枚目の再販なんよね。でも3月中旬とかからありそう。
4月とかの再販はなしでみたいな、途中からとかであるさ。35秒、おはよう、バーストいちゃうんだ。1枚も出さずにバーストって本当にうおーってなる。お披露目さんね、おめでとう、ありがとう。リップしてくれたにゃ太郎さんかな、あの白のやつに犬みたいな描いてる方のにゃ太郎さんかな。次、 TT さん、いろともさん、関西空港交通さん、お願いします。顔立ち大人なのに心の中は17歳なのに。そうだよ、自分って心の中でも17歳以下だと思う、めっちゃ子供。わーい、うんうん、4月も買いたいんやが、やごやごやご、ケントル、おはよう。ニンニクチューブを直伸びするアイドルもいますからね。あ、そのアイドルさん知ってます、私。そのアイドルさん、あの某48グループ瀬戸内で活動してる方ですよね。おはよう。わさびを生クリームにしそう、奇跡。明日、今日よりも好きになれる。てってるる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 るるるるる。あーよー、 SKS さんの再販買ったからもう少し後がいいです。あら、でも皆さんって本当にすごいですよね。だって本当にすごいなと、もうどんだけ働いてるんだろうってめっちゃ思う。体壊さないかなって心配になる。だってさ、すごいじゃん。だって言うだ悪いけどさ、15秒がまあ1000円ぐらいじゃないですか。で、1日まあ平日ないか、休日は7分ぐらいまであるじゃないですか。ってなったらどうなるんってなる。どのぐらい働いたんだろう。次、40分5秒。ガータリージャパン買ったからもしかしたら。最近ソロハスキードが減ったんですね。もう、おこです。おこおこ。なんて言った次、私。5秒って言った？5秒って言った、私。あ、合ってた。カモラグさん、チョコラブさん、あーちゃんさん、ありがとう。お話しありがとう。震えとるやないか。なんか一人だけ、本当にグループ48グループで一人だけとかだったらいいけど、48グループで何人も、まあおしめっていうか、お話し会行きたいなって思ってる人がいたら、もうどうなるの、さらにどうなるの。栄養ドリンク飲みまくってる？壊しかけたことある？そう、仕事のモチベ嬉しい。それを言ったらおしまい。マジェルモンスターさん、じじありがとう。おはよう。七悩みすら頭しない。お仕事、そう、絶対
疲れてるのにさ、お話し会になったらさ、そんな疲れも見せずに、なんかすごいですよね。尊敬です。まあ私も、私はアイドルはすごいもう自分の中で定職だと思ってるのであれなんですけど、誰もがみんな定職につけるわけじゃないじゃないですか。そう、すごいだなと。相当ご飯もやしとか食べてるのかなってなっちゃう。それはちょっと生きがいです。嘘つけー。こんちゃーす。皆さんハートありがとう。キュン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 。あ、パシ推しの方が忖度してくださった。してはまだオンラインに参加したことがない。またいつか参加待ってます。切れられる？うち切れんで、そんな。次、43分25秒にします。もうわからんなる。25秒。眠そうですねって言われたことある。面白い。自分はまだまだって思ってます。多分皆さんのがしんどいよ、アイドルよりも絶対に。おはよう、おはよう。お話し会に参加してるわけじゃないから、そこは必要。本当にみんなのご飯がもう毎日もやしとかにはなってない。ちゃんと食べるときはラーメン、肉とか寿司とか食べてますか？ヒロさん、アロタモさん、イーストさん、よろしくお願いします。朝からお疲れ様ですだ。大変だ。そう、昆虫のスチューデント、そう、ホンタンさんとユミニーさん、結構前に、1ヶ月ぐらい前かな、に収録したやつです。優しくはないですよ。優しいってか、これが普通だと思います。みんな思ってることだと。顔が疲れてる。あー、確かに。なんとか食べれてる。そうか。貯金は確かに。老後とか怖ない。貯金めっちゃこっちだ。充電積んどくってきた。そう、この前空通信してた。あ、充電積んどいたとこだと思って。ごめん、やっちまった。キーボードで動かしたらホームボタン押しちゃった。来週広島前乗り楽しみだぞ。そうだ、やばくない？来週やよ。え、やばくない？え、4周年まで来週。え、やばいって。過去 最多ではないけど、過去最多に近い体重で挑むってどういうこと？やっぱもう一生ダイエットせん、一生ダイエットせんって決めたやな。え、ほんまにやばい。もう食欲止まらんのよ、年がら年中。どうしたらいい？この分動けってことやな。だからめっちゃ最近筋トレしょるんやけどね、お腹がめっちゃ痛くなる。うおーって、うおーっとお腹痛くなる。次、35秒。そうない、食欲は止めれれん。STU 体操、確かに。一
筋トレしててお腹痛くなるから、前まで別にやっぱ痛かったんやけど、めっちゃ効いてろって感じがするんですよ筋トレ。だからちょっとお腹引き締まってきたのかなとか思いつつ、いや カツ丼食べたい。でも私はカツ丼より圧倒的親子丼派です。のっぴー&まっぴーさん、マスクさん、ふうせさん、よろしくお願いします。パシェがね、最近食べすぎて顔がパンパンなのでマスクで配信してるって言ってた。確かにマスクで配信すれば二重あごがバレん。牛丼、うわー待って、牛丼食べたい。もう長らく食べてない。親子丼の味付けでこの前卵食べた。玉ねぎも鶏肉もなくて、でもなんか小腹が空いて何作ろうと思って、あ、親子丼食べたいと思って卵だけで作った親子丼。つゆダクダク派です。ご飯がバラバラになるぐらいダクダクが好き。うわ待って、めっちゃ牛丼食べたい。うわ最悪、どうしよう、めっちゃ食べたい卵丼。神戸牛の高いグードン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 。卵だけで親子丼、でも卵だけ食べた。なんか言った卵親子丼の味の卵。親子丼も好き。中尾美味しいよ。中尾安いし美味しいし。神です。ダックダック。でちゃんとねお持ち帰りする時とかは兵庫、もう広島になってあんま食べんなったけど、兵庫の時はつゆダックでーって言って、全部つゆダックでーってママとかが言ってた。今日中尾行った？中尾なんかローストビーフなんちゃらとか言ってるよね。次49分35秒アニメのコラボ丼やってる。冷凍のチキンライスをたま